2014年夏、子どもたちが力を合わせ、一つの大きな目標に挑みました。紙吹雪で作るモザイクアート。それはギネス世界記録への挑戦です。この地域のために何か僕たちでできることないかなということで、毎年いろいろ活動しております。大府青年会議所の青少年健全育成事業の一つ、世界一のモザイクアートを作ろう。その舞台裏に密着しました。7月中旬、元気の里アグリカレッジアスナロ社に今回の企画に参加する子どもたちが集まりました。なんかせっかく夏休みなんで何か挑戦してほしいなっていう。世界一になったら嬉しい、いい記念になるかなと思って。大府市と東浦町在住の小学3年生から6年生100人によるモザイクアート。世界一という大きな目標を前に、どこか緊張した面持ちです。この貼り絵の一番、このギネス達成するのに一番必要なのが、1枚の紙が2センチ以下。紙吹雪の説明に続き、モザイクアートのデザインが発表されました。大府市と東浦町、そして大府青年会議所のマスコットキャラクターです。100人が16チームに分かれ、世界一に挑みます。目指すは縦4メートル、横4メートルの巨大アート。割り当てられたデザインに応じて必要な色紙を選び、紙吹雪を作りました。今回参加したメンバーの中にはこんな子たちもいました。フィリピンに今度引っ越しちゃうから2年ぐらい、あ、そうなの？だから思い出にって、日本での思い出作れたらいいねって話になって出ます。日本で過ごす最後の夏、友達同士の絆を深めようと2人は参加したそうです。やはりこう親となっても分かるんですけど、やっぱり子どもたちの、まあ、学校なんかで学べない部分ってやっぱりたくさんあって、やっぱ地域の大人たちがそういう子どもたちとやっぱりコミュニケーションとかいろいろ取ったりしていく中で、やっぱり子どもたちもいろんなことを学べるのかなと思いますので、やっぱりどうしても人生壁がありますので、まあ、そういった中でもやっぱりそういう壁にめげずにですね、乗り越えていっていただきたいなっていうところで、いろんな授業を考えて毎年やっております。2012年度には知多半島をめぐる自転車の旅、そして2013年度には44人の子どもたちと一緒に富士山に登りました。大府青年会議所では、組織の中に青少年健全育成委員会を設け、毎年夢や目標に向かって頑張る子どもたちを応援してきました。そんな中、今年は子どもたちのギネス世界記録への挑戦を全力でサポートしています。あと子どもたちの達成感で、まあ、子どもたちに目標と夢を与えたい、明日で、まあ、完結なんで、はい、ギネス達成して、はい、子どもたちが喜ぶ姿をなんとか見たいと思いますので、お願いします。頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございました。イエイ。今回の挑戦の舞台は、
愛知健康プラザのレクリエーションジム。今日はですね、いよいよ本番になりました。皆さん今日のために今まで頑張ってきたので、今日は必ず世界一目指して頑張りましょう。頑張るぞー。よし、頑張るぞこの日のために用意された紙吹雪はおよそ28万枚。子どもたちは7月から3度にわたり準備や練習を重ねてきました。ギネス世界記録の公式認定員もこの日のために東京から足を運びました。つい先日8月3日に岐阜県は北方町というところで紙吹雪モザイクの一番新しい記録が生まれまして、こちらが 23.9 平方メートルとなっております。今回の挑戦でそちらの 23.9 平方メートルより大きいものが完成しましたら、新しい世界記録として登録されます。世界記録を見据え、当初予定していた大きさよりも一回り大きな作品に挑みます。疲れる。長時間同じ姿勢でひたすら紙吹雪の貼り付け。子どもたちの体力も限界に近づいていきます。そしてスタートから4時間。チーム一丸となり次々とパーツが完成していきます。スタートから7時間半、すべてのパーツが出来上がりました。この状態で今から計測して認定員の方に判定していただきます。審査の基準はその大きさのみならず、紙吹雪がムラなく仕上がっているか、貼り残しはないかなど多岐にわたります。地道な作業が続いたと思いますけれども、楽しむことはできましたか？それでは審査結果を発表させていただきます。こちらにあります完成した紙吹雪モザイクの面積は 28.9 平方メートルですので、ギネス世界記録に認定になりました。おめでとうございます。どうだった？疲れた。とにかく疲れた。なんか達成感がわーって。お疲れ様でした。お疲れ様でした。良かったですね。本当ですね。多分できないと思ってたけど、できたから嬉しかった。ギネスをやっぱり自分たちで取りたかったんだと自分は思う。地道な作業だったけど、やり終わってすごいなんか達成感がすごかった。ちょっと認定って聞いた時はちょっとうるっとします。こんな一生懸命やることなかなかないので。とりあえずなんとか行きました。時間内で、はい、ギリギリ出したけどね。プロが報われますか？そうですね、今の準備考えるとやっぱ大変だったんですけど、なんか結果がこれだとやっぱ本当に報われますね。はい、やっぱ子供たちの笑顔を見て安心しました。やってて本当に良かったです。準備から数え3ヶ月以上にも及ぶ世界一への挑戦は、参加した全ての人たちの努力によって見事達成されました。子どもたちの夢への挑戦はこれからも続きます。